学長じゃない方の寮です。今日もお金と時間を発掘していきましょう。今日のテーマは即改善、頭が悪くなるお金の使い方3選という内容でやっていきます。ちなみに私は途中まで半沢直樹みたいなキャラの人間なんですけれども、気になる方は覗いてみてください。お金を使えば使うほど頭が悪くなる、なんだか怪しげなワードですね。そうだそうだ、誇張するなと感じている人もいるかもしれませんが、決して持っていないですし誇張もしていません。今回紹介するお金の使い方をしてしまっていると、じわじわと頭が悪くなっていきます。今せっかくあなたの時間を使ってこの動画を見ているわけですから、今回の動画の内容を反面教師にしてお金の使い方を見直してください。そして今回紹介する内容は誰にでも当てはまる部分がありますので、お金の使い方を見直して頭も良くなってお金もうまく貯めたい、そんな一石二鳥でいいとこ取りをしたい人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。頭が悪くなるお金の使い方その1は、固定費にお金を使うことです。この固定費は誰もが払っているはずです。居住費や通信費や車の維持費、水道光熱費やサブスク課金などいろいろありますね。この固定費なしで生活している人は今この動画を見ている人の中にはさすがにいないはずですので、全員が何かしらの固定費を負担していますよね。つまり私も含めて全員がじわじわと頭が悪くなっている可能性があります。どういうことかというと、固定費とは言葉の通り固定されている費用です。つまり毎月何もしなくても発生し続ける費用ですね。何もしなくても発生し続ける費用というのがポイントで、つまり思考停止状態で発生し続ける費用です。そしてこの固定費の生活費に占める割合が高ければ高いほど、思考停止状態で流れていく生活費が多いということになるので、思考停止で使っているお金の割合が多くなってしまい、生活費に占める固定費の割合が少ない人に比べて頭が悪くなってしまいます。固定費があるイコール頭が悪いというわけじゃないですが、固定費が多いとお金をどう使うかどうかを意思決定する頻度がどうしても少なくなってしまいますので、じわじわと頭が悪くなってしまうわけです。さらに生活費に占める固定費の割合が大きければ、毎月の変動費を節約したりすることになり、どうしても短期的な判断になりがちです。お金が足りないから少し遠いけど安売りのスーパーに行こう、これはまさに自分の時間単価を意識することができていない思考停止状態です。固定費が多くて毎月カツカツだから、残ったお金でできることなんてほとんどないという余力、遊びがない状態も毎月同じことの繰り返しで思考停止状態になりやすいです。それに投資をする余力がなければ投資をしようとも思いませんので、投資について考えたり意思決定を下す機会もなくなってしまいます。つまり固定費そのものが思考停止状態でお金が流れていくものであり、さらに固定費が多くて生活余力がない状態が毎日の生活の意思決定の幅を狭めることになるという、このダブルパンチによって頭がじわじわと悪くなってしまっている可能性があるわけです。そしてこの固定費は誰もが負担している費用なので、誰でもこの思考停止状態になってしまう危険性があるということです。ただ対処法は簡単です。定期的に固定費を見直すだけです。居住費であれば賃貸の人は2年に一度見直す機会があります。持ち家の人も思考停止せず見直してほしいですね。ちなみに持ち家の考え方については過去の動画で解説しているので、概要欄にリンクを載せておきます。また通信費なんかも新しいプランが続々と出てくるので、定期的に情報収集をして判断が必要になります。サブスク課金なんかも費用対効果が合っているのか、ここの定期チェックは必要です。この見直すという行為自体が判断の機会にもなりますし、見直して余力ができればさらにその余力をどう使うのかを考えることができます。それでさらに投資ができればお金も増えます。まさに一石二鳥ですので、頭が良くなりお金も増える、固定費の見直しをやっていきましょう。では次、頭が悪くなるお金の使い方その2は保険です。保険は大半が無駄ですと過去の動画で言っているのですが、さらに頭も悪くなってしまうんですね。ちなみにこの保険の無駄について解説した過去動画は保険推奨派の人からやんや言われているので
ですが、保険の大半は無駄だということをはっきり言っておかないと、保険好きの人に保険が無駄だということに気づいてもらえないので、あえて少し強い表現を使っています。なのでやんや言われるのは想定内です。反対意見はしっかり受け止めますが、攻撃的なコメントは華麗にスルーしています。話が少し逸れましたが、保険にお金を使うと頭が悪くなるというのは、保険料は固定費なので、さっき説明した固定費として頭が悪くなる部分もありますが、実はそれだけではありません。保険は病気や怪我などの何かあった時の経済的なリスクを軽減してくれる、あるいはなくしてくれる、とても便利で安心できるものなので、この保険を多用しすぎると何があっても安心という状態に慣れてしまい、この安心の領域から出にくくなってしまって、自分の成長機会が失われてしまいます。これはどういうことか説明していきたいのですが、この成長という切り口でよく言われるのはこの図ですね。内側からコンフォートゾーン、ラーニングゾーン、パニックゾーンなんていう風に言われたりしますが、この真ん中のコンフォートゾーンとは安心領域と言います。安心感や居心地の良さを感じる心理領域と言われていて、例えば慣れ親しんだ毎日の行動をしている時や、いつもの場所にいる時、仲のいい友達といる時なんかに感じる心理的な領域です。そして次のラーニングゾーンというのは、今説明したコンフォートゾーンの領域を出てちょっと不安やストレスを感じている状態です。例えば知らない人と会う時、見ず知らずの場所に行く時、新しい仕事をする時、こういう状態で多少気を張っている状態ですね。そしてこのラーニングゾーンという言葉の通り、成長が期待できる領域でもあります。そして最後のパニックゾーンは、ラーニングゾーンよりもさらに強い不安やストレスを感じてパニックを引き起こし、体を崩してしまう可能性がある領域のことですね。例えば無理難題を押し付けられたり、パワハラ的な指導を受けたりした時、まさにストレスが強すぎる危険な状態、この状態をパニックゾーンと言います。では今説明してきたこの図が保険に何の関係があるのかというと、保険にお金を使って安心できている状態はコンフォートゾーンの安心領域の中にいる状態です。その一方で成長できる領域というのは、コンフォートゾーンの外にあるラーニングゾーンでしたね。つまり保険にお金を使うという行為は安心を買うことでもありますが、見方を変えれば成長機会を逃しているという見方もできるわけです。もちろん保険で万が一の時に備えることは大事です。保険が一切なくて万が一の時にパニックゾーンに陥ってしまうことは避けるべきです。ですが日本人は保険をかけすぎの人が多いので、保険をたくさんかけて安心の壁を高くしすぎて、安心領域から出られなくなってしまっている可能性があります。例えば働けなくなったとしても安心の就業不能保険なら、万が一働けなくなっても安心という安心感を買うこともできますが、見方を変えれば今の働き方で安心なので、今の働き方や仕事を見直そうとか変えようとはなりにくいわけです。ですのでその保険のせいでせっかくの成長機会を逃してしまうかもしれません。もちろん保険をかけていない人が成長できる人で、保険をかけている人が成長できない人だなんて極端な二元論を主張したいわけじゃありませんが、保険で安心を買いすぎている人は、保険を必要最低限に留めている人に比べて成長機会であるラーニングゾーンに入る回数が少ないということになってしまうんです。つまり保険をかけすぎて成長機会を逸しているので、保険にお金を使うのは頭が悪くなるということです。いやいや、保険で安心を買っているから、その下支えのおかげで逆にいろいろなことにチャレンジできるでしょうという人もいるかもしれません。確かにその主張はその通りなのですが、日本人の安心安全を好む文化的な特徴を見ると、保険好きの人は変化を嫌って成長機会を逸してしまっている人の方が大多数だと感じます。それに誰だって追い込まれた方が成長できますよね。結果を残している人のストーリー
リーも安心領域の中だけでは完結せずに必ずピンチがあります。もちろん保険を全否定するつもりはないですし、保険は大事、これは事実ですが、保険にお金を使うことは成長機会を逃し、頭が悪くなることとトレードオフなんだということも意識して保険を設計してほしいですね。ですのでぜひ保険は見直しをしてほしいです。では最後の解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、将来お金で不安を感じたくない、今よりも経済的に豊かな暮らしをしたいという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、頭が悪くなるお金の使い方その3はご褒美です。いやー、このご褒美ね、やっちゃいますよね。特に自分へのご褒美が多いという人結構多いんじゃないでしょうか。私もついやってしまいます。なのでこっからの解説は次回も込めてやっていきます。このご褒美をあげると頭が悪くなってしまうんです。ではなぜこのご褒美をあげると頭が悪くなってしまうのか、それは何か行動をするときに見返りであるご褒美という快楽のために行動をするようになってしまい、行動そのものが目的ではなくご褒美が目的になってしまう可能性があり、何のためにその行動をしているのかを自分自身で考えることを放棄してしまうかもしれないからです。例えば小学生が任天堂スイッチの新しいゲームソフトを買ってもらうために学校の勉強やテストを頑張る、こういうご褒美よくあると思うんですが、親の立場で考えればこのご褒美にお金を使うことで子供の行動はコントロールしやすいですが、勉強をする意味や学ぶことの必要性は気づきにくいかもしれません。今月は仕事を頑張ったからご褒美をあげるというのも、見方を変えればご褒美のためにやりたくもない仕事をしているという見方もできます。また給料というご褒美のために嫌いな仕事をし続ける、出世というご褒美のために上司の理不尽な要求を受け入れる、こういったご褒美につられて行動をしていると徐々に思考停止状態になり、じわじわと頭が悪くなります。じゃあこのご褒美がダメなのかというと、そんなことはありません。もちろんこのご褒美のパワーは絶大です。ご褒美をうまく使って自分や周りの人を奮い立たせる、モチベーションアップに必要なアイテムの一つです。ですが使いすぎには禁物です。使いすぎれば思考停止してしまいますし、燃え尽きてしまって続かなくなったり、もっと大きなご褒美が欲しくなる中毒性もあります。そしてこの見返りを求めて行動することには限界があるんですね。好きこそものの上手なれという言葉がありますが、ご褒美という見返りを求めて行動している人と、その行動自体が好きな人、この二人をどちらかがいいのかなんて比べるまでもありませんよね。例えば今も現役のサッカー選手であるキングカズは見返りを求めてサッカーをしていません。ご本人から聞いたわけではないですが、見ていて明らかにそうですよね。サッカーが好きで好きでたまらないから、サッカーに対して今もストイックであり続けられるわけです。つまりサッカーすることそのものがご褒美になっています。この本当に好きなことでお金を稼げる状態は無敵ですね。この好きなことでお金を稼ぐことを全員ができるわけじゃないのかもしれませんが、やるだけでご褒美になるという息抜きやリフレッシュができる方法があれば、大きなご褒美に走ってお金を散財して思考停止して頭が悪くなることは避けられるはずですので、やるだけでリフレッシュになるお手軽なご褒美を見つけて習慣化していきましょう。ちなみに私は運動とサウナですね。あなたのリフレッシュ方法もぜひコメント欄で教えてください。他の視聴者の人の参考にもなるはずですし、私もできそうなものがあればいくつかやってみたいと思います。ちなみに今回の動画に関連した固定費の削減や家賃や保険の見直しについては過去の動画で解説しているものがあるので、概要欄にリンクを載せておきます。では最後に大事な知識やより記憶に定着するようにおさらいしていきます。頭が悪くなるお金の使い方3選という内容でやってきました。1つ目は固定費です。固定費が多いと思考停止のお金の流出量が多くなり、自由に使えるお金がなくなり思考停止に陥ります。固定費は定期的に見直しましょう。2つ目は保険です。保険で安心を買いすぎると安心領域から出れなくなって成長機会を逃してしまいます。安心と成長はトレードオフの関係です。保険
点は必要を最低限にしておきましょう。3つ目はご褒美です。ご褒美が目的となって行動をすると思考停止状態に陥りやすくなりますので、ご褒美と行動を切り離すためにやるだけでリフレッシュになるお手軽なご褒美を習慣化していきましょう。ぜひあなたのリフレッシュ方法をコメントで教えてください。この3つのお金の使い方をなるべく避けて、頭も良くなってお金も貯まる。この一石二鳥で人生を楽にしちゃいましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにオカルト時間をハックしていきましょう。